いる容疑者見なかった。でも皆さんどうするんですかね、そんな夜に水上へ着いて、まあ一泊するんですかね、それともまた乗って戻ってくるんですかね。まあそれは人それぞれだと思いますけど、なんか一泊するとなると大変だよね。まあまた戻ってくるのかもしれないけど、ここはね新米橋駅西口入り口なんですよ。どう考えても西口じゃないような気がしたんだけど、ここ前ね、バナナ屋さんがあったんですよ。もうバナナ屋さんなくなっちゃったよね。まあ、なんでね、まあ、知ってるかっていうとね、ここ学生時代っていうか、まあ、新米橋駅まで電車で来て、まあ、ここからね、うちまで歩ったんですよ。でも私なんかもうね、カラ投資で、まあ、60歳になっちゃったからだけど、若い頃なんて、まあ、このぐらいの距離平気で歩くもんね。元宗者の宗者神社でね、まあ、名護市の大祓い、名護市の大祓いがあるんですよ。もしかしたらもう、血の輪もあるかもしれないね。前ね、スーパーがあったんですよ。またスーパーにでも寄ってきますか。59円だって高くなっちゃったね。すごいうどん、あまちゃん、高速道路の拡幅工事中、まあ、工事期間も延長になりました。まあ、ここから高崎市なんですよ。ここが灯火台です。右折すると稲荷神社があります。
インド料理だって。あそこのお店はね、入れ替わりが激しい。まあちょっとスーパーマーケット行きますね。これね、オープンって書いてあるけど、まあ改装オープンですね。改装オープンは昨日初日でした。出るの？